遅刻じゃないのね、今日は。この日に遅刻するほどバカじゃねえよ。ボルトが待ちに待った日だもんね。ああ、やってやるってばさ。物おじはしてないようだな。これからは1対1の純粋な勝負となる。お前たちがどこまで行けるかしっかり見せてもらうからな。これはい。もう知っていると思いますが、三次試験は個人戦です。手の内を知っているチームメイトとも戦うことになるでしょう。ですが、その状況すら打破する力、それをここで示してください。ではこれより10人選抜試験第3次試験を始めます。木ノ葉学園渦巻ボルト、雲隠れユルイ、ウィス、それでは1回戦始め。戦闘開始。木の葉の進化がしょぼしょぼだろ。俺が全員ダジっちゃうよ。ダジっちゃう？一網打尽ってことだよ。ダッセーんだよ。何でも協力してんじゃねえ。サスケがおっちゃんとの修行を乗り越えたんだ。いけ。俺がこんな奴に負けるわけねえ。やっ、地球だ。あの距離水じゃない、じゃない、雷そこだ。やっ、ほらって、結構やるじゃん。やっ、てめえもな。ま、最終的に勝つのは俺だけど。爆発すんのかよ。よっ、やってやる。ド派手にかませば、それだけ父ちゃんが見てくれる。勝負あり。まだまだ止まれねえ。しっかり見せてやるんだってばさ。悪い、俺の方が雲隠れの忍びをダジっちゃいそうだな。チャライだっけ。ユルイだ。勝者、木ノ葉学で渦巻ボルト。それでは次の試合を始めます。対戦者、前へ。ふぅ、おい、ボルト。どうした？試験は終わってないってのに。
いや、ちょっと息抜きしようと思ってさ。そうか。まあ確かに試合は緊張するからな。だが、のんびりしすぎるなよ。わかってるってばさ。休憩はもういいのか？次の対戦相手は鹿丸さんのご子息、奈良鹿大だ。同じ木の葉隠れの忍びである以上、あいつはお前の手の内を知っている。気をつけていけよ。お、ではこれより中忍選抜試験第7回戦を始めます。この葉隠れ渦巻きボルト。おう。同じくこの葉隠れ奈良鹿大。両者準備はいいですね。それでは始め。面倒くさがりのお前がここまで勝ち残るとは思わなかったぜ。住人になれなきゃなれねえでいいけど、サボるとヤーちゃんが喜んだよ。やった、いざいって、いざいって、いざいって。相変わらずバトルになると強えな、こいつ。やっぱ親が親だ。いいセンスしてやがる。やった、いざいって。お前、こんなに強かったっけ？あ、雷！いや、強かったことは間違いねえが、違和感あるんだよな。ああ、そこだ！やってやる！このまま決めさせてもらうぜ。勝負あり。やった、父ちゃん、俺の強さにびっくりしただろ。まいった、ギブアップ。よっしゃ、勝者この葉隠れ渦巻きボルト。やった、やったってばさ。父ちゃん、次もバッチリ勝ってみせるってばさ。どういうことだ。これはこの試験では使用禁止のはずだ。リー、渦巻きボルトは失格だ。勝者は奈良鹿大と訂正してくれ。渦巻きボルト、使用禁止リングの違反により失格。お前は忍者失格だ。行くぞ。今は試験中、説教は後だ。後で説教？父ちゃんに本当にそんな時間があんのかよ。
ちゃんと説教されてたら今今こんな状況にはなってねえってばさ。そうなんですよ。片付け。ボルト君が優勝できなくて私も誠に残念ですよ、七代目。本当は優勝してから発表しようと思っていたんですが。お集まりの皆様、このボルト君が使っていた科学忍具、失格にはなりましたが、ここまで彼を導いたのは間違いなく科学忍具あってのもの。片付け。そこでごかげ様、田里の皆々様に